どうもトレインです。本日もマリオカート中継でございます。よろしくお願いします。最初のコースはよいしょ、リボンロードド。ちょっとね、今日すごいことがありましてね、朝マックあるじゃないですか。で、誰しもね、子供の頃思ったことあると思うんですけども、まあ、ハッシュドポテトをね、無限に食べてみたい、まあ、そういう願望をね、持った、人少なからずね、いると思います。そんな夢をね、本日僕は、叶えました。ツイッターにね、写真を載せてね、まあ、意外となんか、いいねもらってるんですけど、まあ、多分みんな思ってたんだろうね。一回やってみたいなっていうのを、まあ、現実に目の当たりにして、まあ、結構ね、なんかいいねもらえたんですけど、そういうね、ちょっとした、僕のね、軽い夢をね、今日ね、叶えてみました。いや結構ね、こういう、なんていうのかな、大人になってからじゃないとできないような、ことをね、ちょっとね、やってみて、すごいね、楽しい気分、なんか童心に戻った気分になりました。そんなね、若返った気持ちでね、本日もマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。あ、ちなみにもうちょっと語らせてほしいんですけど、ハッシュドポテト、まあ、10個買って、美味しく食べれたのは大体3つぐらいまでで、5個目ぐらいから満足ってなって、そっからね、6個目からはね、まあ、己との戦いでしたね。なんか油がすごいから、とにかく油がすごいから、めっちゃなんかいい、なんだろうね、油が胃が荒れるっていうのがなんかすごい、まあ胃もたれしちゃいまして、まあ、なかなか後半戦はね、もう己との戦いでしたね。よいしょ。まあ、それでもね、やはりこう自分のね、まあ、夢を叶えれてね、まあ、ちょっとね、胃袋のね、代償は背負いましたがね、まあ、それ以上にね、幸福感なるものをね、感じて、本日ね、生きております。よいしょ。ああ、燃えて燃えて、お父さんでええから、そこでいらん、落ち着けていいから。ちょっと待って、落ち着いて、これ大丈夫か。これなんかすごい打開してきてる民いるけど、せめて1位取りたいな。頼む、間に合いの、よーし、よっしゃ。まあ、夢を叶えた男はね、まあ、そうそう止まるわけにはいかないですよ。よということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目はよいしょ、64のレインボーロード。さあ、1スタートだから、まあ、風取られないようにね、グライダー前ではね、ミニターボ貯めてゴリッとね、逃げていきますから。よいしょ。ここら辺からミニターボを入れてオンザビーチしていきました。よいしょ。斜めでしっかりと伸ばして、後ろとのね、距離をね、じわーっと離しながらね、喉前、怖い、俺は負けない、お前にコインはやらない。やばい、後ろの人がガンゴロ持ってる。なんかすごい死にそうな気配がするけど、ちょっとブレーキ踏んで、よかった、投げられなかった。ただ後ろがすごい詰めてきてるから非常に怖い。やばい、ブーメランも見える。怖い、急いで逃げて、緑コーラオンザビーチしておいて、よし、当たってる、危ない、ブーメランオンザビーチしっかりしばいておきまして、オッケー、ちょ、コントローラー振って、ジャンプアクション出ないの、出ないなら、とりあえず置いて、後ろしっかりとオンザビーチしておきまして、オッケー、さあ、これで、後ろはちょっと離れたけども、いやー、サンダー、よう振るね、今日はよう振りますね。さあ、コインしっかり取って、ただなんかスターで上がってきてる人がなんかマップでチラッと見えなくもなくはないんですけど、一旦ここはちょっとね、よいしょ、復帰した時に、最高速でね、走れるようにしっかりミニターボをね、残しておきまして、後ろが何持ってるか分かんないけど、まあ、これはちょっと表バナナかな。表バナナにするのが丸そうだけども、裏コイン、まあ、さすがにテレサさっき来たばっかりだから、まあ、大丈夫だとは思うし、赤コーラも投げてこないから大丈夫かな。よーし、 OK、 2で実写OK、 よーし、1位で逃げ切った。なかなかできない。もう本当にもう中盤からブーメラン赤コーラ見てね、もう終わったかなって思ったからね。よかった、逃げ切れてよかったわ。よーし、 OK。 さあ、第3レース目はピーチサーキット。まあ、打開コースなんでね、よいしょ、止まりつつね、ちょっとね、喋っていこうかなと思うんですけども、僕ね、結構知ってる、まあ、最近の人は知らないと思うんですけど、まあ、結構僕車がね、好きなんですよね。で、今日もその、まあ、朝マック買いに行くときに、まあ、自分の車でね、まあ、買いに行ったわけなんですよ。で、僕乗ってる車がですね、ダイハツのね、初代コペンっていうね、まあ、ちょっとね、可愛い、車をね、乗っておりまして、でね、そういうなんかちょっとね、趣味性の高い、まあ、オープンカーなんですけど、趣味性の高い車を乗ってると、なんていうんですかね、同じ車種を見つけるとね、やっぱこう目で追ったり、手をね、
振りたくなるわけですよ、そのねオーナーの人に。でね、今日ねちょっと買いに行ってちょっとフラフラしてるついでにね、ちょっとドライブでも行ったら、まさかの、同じ車種を乗ってる人がいましてね。で、手を振ったんですよ。したらね、運転してる人を覗き込んだらね、まさかまさかの、なんていうの、あー、これやばい、死ぬ。ちょっと待って、これ一旦落ち着こう。一旦これ、一旦落ち着いてキノコ使って、キノコンザビーチしておいて、よしよしよし。さあ、しっかり、おぼぼ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 ぼ
その巻き込みはえぐいで。さあ一旦落ち着いて、まあさすがに赤コーラ投げるだろうから一旦キノコでオンザビーチしておきまして、さあ1位がやられてて、これ2位赤コーラ持ってるよね。まあ一旦キノコで逃げておきますけど、どうせ投げられるからね。よいしょ。そうなんですよ。ほんでね、オーナーさんがね、その老夫婦だったんですよね。もうめちゃめちゃもう眩しかったもん。老夫婦で、なんていうの、なんだなんだ、これ何をしてる、危ない、プレーブブブブブブ、マジで死にかけたわ。マジで死にかけたけど、ギリギリで使い込んで。いやね、ちっちゃいオープンカーで老夫婦が2人並んで乗ってるのを見るとね、もう本当に絵になって、なんかああいうね、こうああいう老後を送りたいなっていうね、そういうちょっとね、こう想像をかきたてられるような、もう素晴らしいね、オーナーさんと出会いましたということで、サネチーよっしゃ。いやー、道中ちょっとね、いろいろあったけど、いろいろあったけど、なんとかごまかし1位取れてよかった。よし、OK。さあ、第4レース目が、キノコリチュエと。今日ね、ちょっと雑談多めにしてるんだけど、よいしょ。なんかこういうのっていいのかな？なんか、時々思うんだよね。雑談多めにしてもいいのか、なんかそのまま実況ね、淡々とやるべきなのかっていうね、ちょっと、なんて言うんだろうな、究極の二択っていうの、なんかそういうね、葛藤があったりするんですよね。なんかね、意見等々あればね、ぜひ、コメントでね、教えてほしいです。なんか雑談もいいよとかね、なんかそういうね、思うとこあればぜひね、書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、さあ、ブラブラブラ、しっかり車避けて、さあ、なんやかんや1位走れて、コインも10枚オンザビッチしてるから、まあ、このまま逃げ切りを図りたいわけですけども、一旦これ、緑コーラ、待ってー、壁当たっちゃった、大バカ、大バカです。これ、どうしようかな。あー、やばいやばい。終わった、終わった、終わった。もう最悪。最悪。一旦落ち着いて、一旦落ち着こう。怖い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 。緑コーラ怖い。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。あー、怖い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 。死ぬ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 怖い怖い怖い。一旦バックスナイパー当たらないように、警戒しながら走ります。怖いよー、怖いよー、怖いよー。一旦投げ込んで、見ーって。あー、時々飛んできてる。あ、ばばばばばば、やばい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 。あ、でもなんか1位の人、キノコ持ってる臭いのかな。なんか止まらないけど。おお、なんだなんだなんだ、危ない危ない、ああ、なんだ、ああ、ちょっと待って、一回見て、おお、なんか車の上乗ってる、一番悪い人だ。ちなみに今日、僕、夢でね、なんかヤンキーに絡まれる夢見たんですけど、そのヤンキーにもね、なんか車の上乗られたんですよね。いや、まさかここでデジャブを見るとは思わなかった。さ、うわ、バブル、どうする、早く投げろ。早く投げたら、お前の命は、あ、投げない。投げない。投げない、投げない。わかった。わかった。一旦様子見よう。そのボム兵は様子見できないね。そのボム兵は様子見できないんですけど。そのボム兵は様子、はぁ、お前何してんの、消えた上になんで俺に当たってんの。一旦落ち着いて、一旦落ち着いて、緑コーラ投げ散らかして。オッケー、キノコ引いて、よし、戻ろう。いやー、だめちゃめちゃ、もみくちゃにされたせいで、前めちゃめちゃ離れておらっしゃいますけど。いやー、これ、ちょっと前がキノさん持ってるから、ま、さすがに取られずいい。いや、なんだねー。ちょっと待ってー、ちょっと待ってー、そんな、空中で被弾するなんて聞いたことない。もう、でも、なーにこれ、もう、なんでこれで最下位取らなあかんねん。もう、ちょっと、もう、どういうことだ、ほんま、これ。まあちょっとね、なかなか受け入れがたい現実をね、まあ見せつけられてしまいましたが、よいしょ。ん？何やそのタイヤ、何やそのタイヤ。あー、まあちょっとね、それをも乗り越えていく。まあ一旦そのね、悪い記憶はね、もう消し去って、またレーシング行ってね、このレースね、マリオカートスタジアム臨んでいこうかなと思います。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、しっかりコイン取って、おー、なんだお前、なんだお前。こちら3枚取り。こちら3枚取り、効率重視。3枚取りの効率中でございます。よし、さあ、しっかりアイテム取って、さあ、これはキノサスター出るし、OK。まあ、できたら逆が良かったシリーズだけど、まあ、一旦コイン10枚にしておいて、さあ、こっから打開狙っていきますか。さあ、なんかテレサのアンちゃんが、
なんかちょっかいかけてきなくもなくはなさそうだから一旦ね、距離取ってずよおー強い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 、このキラーめちゃめちゃ前まで持っていきたいな。できたら、ロングキラーまで持っていきたいんだけど、危ない、君危ないね、そんな後ろの方からやめてよ。おい、でもほんまにもうなんか取られる気したわ。もうなんか後ろでテレサおったから、もうほんまええて、もうええでええでええで、もう一旦落ち着こう、一旦落ち着いてスター回そう。これはちょっと3段おーって言ってるところだけど、これ多分ね、多分3段振るから一旦入れておこう、一旦キラー入れて、一旦伸ばします、一旦伸ばしておいて、いやー振らないし、赤持ちの前に出ちゃったから、これ一旦ブレーキ踏んで、危ないよ、一旦落ち着いてキノコ温度道する、危ない、緑持ちが危ないから、しっかり端っこからスーッと抜けていきまして、よいしょ、おっとこれ2位が、キノコ持ってるから、これは1位取れそうな気配があるが、1位が赤コーラ持ってるよ。これバツクスナイパー当たらなかったら全然いけるやつではないですか。さあしっかりジャイロ入れて、うっと、いけよらーわらーよーしゃけいいメイズで伸ばしきったよいやもうテレサでキラー取られたきっと終わったけど、ね、もうしっかりとね、キラーなくても1位戻ってきた、よーしオッケー、あー、キラ使ってた。さあ、6レース目は、よいしょー。ツルツルツイスター。よいしょ。ちょ、あ、やばい。あれ忘れた。あれ変えるの忘れた。まずい。あれ。ジャイロ切り忘れてた。まずい。一旦どうにかしよう。一旦どうにかして前出て、前出たいんだけど、なんか、ダッシュボ切れてるんですけど、これ、ちょっと、一旦落ち着こう。一旦打開の精神でいこう。一旦打開しよう。これちょっとまずいわ。この状態でさすがに勝てないので、よいしょ。さあここで給油割りして、キノさんスターを携えて、コインをね、うまいこと回収しつつね、打開狙っていこうかなと思います。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、止まってる民がいらっしゃって、コインちょっと足りないから、この黄色ルートでしっかりコイン集めてね、上がっていきたいんですけども、里ゲゾ飛んできてる。よいしょ。さあ、譲り合い起きてくんないでか。起きてる譲り合い起きてるっていうことは、この運搬がめちゃめちゃ強くなるってこと？よいしょ。さあ、前が、いい感じに詰まってきていまして、よいしょ。さあ、俺は5位で、木野さん、もうめちゃめちゃ荒れてる、めちゃめちゃ、やばい、熱い、怖い、焼かれないようにしっかり気をつけながら走っていきまして、危ない、これ焼かれない精神、これ焼かれない精神でしっかり走る、なーにー、ちょっと危ない、危ない、来たけど、赤コーラ俺、さすがに使わないといけない、ちょっとごめん、ちょっと君失礼しておいて、まあ、敵はしっかりとね、剥がしておくに限るんだけど、ちょっと1位が遠いな、1位がさっきのゴタゴタから、抜け切ってるっぽいので、ちょっと離れていらっしゃいますけども、マッポン、頼む、赤コーラ、おーい、どこ行くねどっか行った。これはちょっと守らないといけないね。まあ1位、おー、なんかスルーしてる。赤コーラスルーしてらっしゃって、これはスルーしてくんないかな？いや、スルーしてないね。さあ、木野さん引いたけど、まあ木野さんだけじゃちょっと勝ちきれないので、いやー、このボム兵を前に投げる？そんなタグを通していいのか、俺。ダメだ、通せない。やばい、赤コーラ2個飛んできてる。よし、ボム兵で2つ消えて、よし、なんとか、いやー、もうえぐー、ほんまに分かるわけ、分かってでも避けられへん